Natürlich muss ich erst zu einem Ort, wo ich noch gar nicht war. サプライズってわけ。ケチ、もう少し多くてもいいのに。ich bin falsch gelaufen.水泳っていつからこんなふうに。Gar nicht mal so schlecht. ガツンと来るやつでいいか。二倍速ってこんなもん。立ちなさい。もうじゃ再臨。消化少尉、湘南に過ぎないわ。落ち着いて。さようなら。立ちなさい。ガツンと来るやつで行こう。二倍速ってこんなもん。人事なっ。ガツンと来るやつで行こう。落ち着いて。さようなら。湘南にしないわ。まずい。面白い。二倍速ってこんなもん。もうじゃ再臨。そうよ、一体。立ちなさい。大丈夫、問題はない。人事なっ。落ち着いて。さようなら。
ガツンと来るやつで行こう。二倍速ってこんなもん。リスナー、やっと来てくれた。あんたがいないとこの怪異退治隊の戦力は大きくそがれちゃうんだから。戦闘なら私だって役に立つと思うけど。確かにスーちゃんは起きてる時が一番頼りになるもんね。ケイちゃん、これ以上私をからかうなら、もう胸元で岩を砕くやつに付き合ってあげないから。記録上の正式名称は獣王子参加西洋逃亡事件特別処理行動隊。これは獣王の命によって結成された部隊の名前。この前の水炎の事件の時に無事だった人を召集して、各々が最も得意とする方法で西洋を見つけ沈めてもらうことを目的としてるの。そう、これは獣王が自ら命令を下して実現させたこと。それ以上のことは知らされてないけど、大体の理由は想像がつく。フォフォは半眼で、私は運気軍。そして獣王氏には指示を出すっていう責務がある。あんたはまあラフのために汗を流した天外の友だし。でもなんでケイちゃんみたいな一般人まで招集したの？すごく危険そうだけど。わかった、私が力になれるわけない、かえって面倒ごとを増やすんじゃないかって思ってるんでしょう。先週のどんな花や草にも意義があるように、ケイナイフンにも長所がある。人前に顔を出している大道芸人であり配信者でもある彼女は、どうやって必要な情報源を増やしていけばいいのかよく知ってる。ビヨン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 。さよなら。Alles klar, Brot. Dann viel Spaß auf der Arbeit und danke, dass du da warst. Und vielleicht bis morgen beim Farmen, wenn ich es schaffe, früh aufzustehen.Darf ich nur nicht zu lange Phasmo spielen. そこで K ナイフンにはあるサイトでアカウントを作ってもらったの。奇妙な事件の解決を名目に、そこからみんなの行動に役立つ情報を手に入れようと思って。スーちゃん聞いた？今回は力になるどころかすっごい役に立てるみたい。獣王子の倉庫としてみんなの役に立てるのってすごいことだよね。ちょっと、私も学があるわけじゃないけど、倉庫っていい言葉じゃなくない？半眼であるフォフォはみんなに指示を出すよう命じられてる。西洋に関する問題に遭遇したら彼女の指示に従って。はい、必ず使命を全うしてみせます。フォフォ様、そろそろ行動を開始しようか。様、私のことは呼び捨てにして。
言うとね、今の私がみんなの役に立てるかどうか自分でもわからないの。尻尾が消えて私も辞めさせられると思ってたのに、どうしてかカンア様は私をみんなの指示役にした。自分でも信じられない。とにかくみんなの足を引っ張らないように頑張るから。本題に戻るけど、千円に沈黙されてるフエンの他にも航路が壊れた時に外に逃げ出した西洋はたくさんいるの。獣王氏が把握してる西洋の習性によると、大抵の場合人の多い場所に行って宿主を探すんだって。だからきっと西洋の行く先々で原因不明の怪異事件が起きてると思う。ケナイフンさん、例のサイトを見せてもらってもいい？Bling, bling. Willkommen bei Lupo Paranormal, der Website der Liebhaber des Paranormalen. Ich habe ein neues Konto erstellt, um Informationen über paranormale Ereignisse von dieser Website zu sammeln. Dieses Konto ist dein persönliches Konto. Richtig? Geht das so in Ordnung? Die Zehnfürstenkommission muss im Verborgenen bleiben. Aber ich, nicht. Mir wurde aufgetragen, um jeden Preis Fans zu sammeln. Ganz genau, je mehr Fans wir haben, desto mehr Aufträge erhalten wir, um Geistergeschichten zu überprüfen. Es wurden noch keine Hilfeanfragen gepostet. Schauen wir später wieder vorbei. Drücke hier, um die Seite zu schließen. Ich bin noch nicht registriert, also habe ich keine Follower. Wenn man die anderen Plattformen betrachtet, wird Follower mehr, dann wird es auch mehr Menschen geben, die sich über die Verbrechen informieren. そう、結構大変なんだよね。一目で嘘って分かるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて獣王氏の名詐たちも秘密裏に調査するけど。注目を集める。ケイちゃんは得意だよね。普段から私を使って大道芸を披露してるもん。でも会員マニアたちがいるのはネットの中だし、どうやってフォロワーを増やせばいいの？それなら簡単。会員を退治して、つまり西洋を沈黙する過程を公開すればいいの。私たちは今獣王氏のお使いをしてる。私たち以上に特ダネを持ってる人なんていないでしょ。カンアさんは同意してくれたよ。西洋の捕獲っていうネタを使ってフォロワーに情報をもらうサイクルを作りたいって言ったら問題ないってさ。ちょっと待って、それって秘密裏に行動するっていう原則に逆らうことにならない？それに西洋は感情を食べるとき、よく被害者が心の奥底に隠してることを暴露する。被害者をネットで公開したりしたら二次被害につながったりしないかな。ああ、
批判してるわけじゃなくて。Ja, klar sind immer Updates los. Muss immer wieder aktualisieren. 私としては秘密裏の行動と怪異の暴露は矛盾するものじゃなくて、むしろ同じことだと思う。被害者の名前は伏せて、私たちが怪異を退治してる様子だけを、強烈な戦闘の映像だけを残して刺激的なタイトルをつける。例えばケイちゃんの怪異探索、運気軍の美少女が夜道で怪異に遭遇、3秒後ヨウマは後悔したとかね。西洋を捕まえる行動は私たちによって人の目を引く娯楽動画に変化する。人々は似たような出来事にも半信半疑になって、怖がる気持ちも消えるってわけ。ちょっと、なんでまた私が出てくるの？まあ、ケイちゃんの案に一理あるのは認めるけど。支持してくれてありがとう。さすが私の悪友だね。もちろん、みんながこの怪異退治の方法をあまり信用してないのは分かってる。だから、まずは情報を探して、何人か選んで試してみよう。ほら見て、この投稿。結構コメントがついてる。Aber es ging ja schnell. Da ist ein Beitrag, in dem um Hilfe gebeten wird. Hilfeanfragen enthalten gewöhnlich Anhaltspunkte, die dich zu den Heliobi führen. Drücke drauf und schau sie dir an. Ah, so funktioniert das also. Hm, okay, hab's kapiert.Wie du sehen kannst, erhältst du nach Abschluss eines Auftrags Fans und Belohnungen. Also nicht rumtrödeln, geh und nimm den Ermittlungsauftrag an. Dann wollen wir mal mit unserer Ermittlung beginnen. Byakuro-sama ga nigedashita? Kore no nani ga okashii no?龍女様はしょっちゅう逃げ出してるじゃん。重要なのは逃げ出したじゃなくて下の文章の方。探偵士の意志が白露様を捕まえようとした瞬間、白露様は忽然と姿を消し、意志は肩透かしを食らった。Ich habe übrigens gerade Sachen über Final Fantasy Rebirth, also Final Fantasy VII Rebirth, gelesen. Die Neuerungen sind richtig geil. Ein Schwierigkeitsgrad, der die Gegner mitleveln lässt, sprich, die sind wahrscheinlich immer im gleichen Level wie man selbst.Und man kann Materie kombinieren, dass man so zum Beispiel auf einen Materia-Slot Feuer und Eis hat. Bin mal gespannt, wie das wird. コメントを見る限り、かなりの目撃者がいるみたい。龍女様が脱出マジックを使えるなんて話聞いたことないよね。確かに西洋の仕業っぽい。西洋はもともと感覚を操ることが得意で、文献にも姿を変え奇妙な行動をとっていたっていう記録が残ってるの。じゃあこんなところで突っ立ってないで早く行動を起こさないと。まずは目撃者に話を聞いてみる。そうだね。出発する前に情報を集めた方がいいと思う。西洋が何をしたいのか、何ができるのかを知ることができれば、取り憑かれた人を助けるのに役立つはずだから。当事者に聞くのも一つの手だけど、この人たちは西洋について何も知らない。
あんまりまとまってないんだけど、ちょっと思ったことがあって、私たちには別の情報源があるんじゃないかなって。太陽たちはずっと同じ場所に閉じ込められてたんだから、極衆仲間の気質もよく知ってるはずだよ。フエに会いに行くって考えただけで怖くて死にそうだけど、でもきっとフエは私に会いたくて食べたくて仕方ないと思う。フエは尻尾にしてやられてからずっとそのことを根に持ってる。その闘争心を刺激できれば、フエンを私たちの思い通りにできるかもしれない。